こんにちは、おまぼチャンネルです。今回はですね、第2話、ボートトレーラーをバイクで引くっていう企画なんですけど、今回はですね、トレーラーをですね、この鉄骨で、自作して、タイヤをはめて、であとこう保安部品みたいなのもつけていって、バッチリちょっとトレーラーを作ってみたいと思います。ちょっとですね、更新が遅れたんですけど、ゴールデンウィーク中にちょっと脇腹を骨折してしまってちょっと作業ができない状態だったんですけど、もう痛みがなくなったんで今日は頑張ってですね作ってみたいと思います。まずですね、設計図なんですけど、ざっくりこうやって作りました。一応フレームはこんな感じで、なんか初心者マークの反対側みたいな形で作ろうと思うんですけど、このフォーシングの旋盤が終わってないんで、これは後回しにしたいと思います。まずですね、このフレーム、これをですね今日は一生懸命作っていきたいと思います。よし、じゃあ始めましょう。まずは50角の26センチのこの角材をですね、寸法通りに切っていきたいと思います。よいしょ、よいしょ。カプラーの方につながる直管とトレーラーのカプラーにつながるこの T 字の横をですね、切っていきたいと思います。よし、じゃあこれを切っていきましょう。こっちのカプラーの方はですね、横幅が 50mm のカプラーがなんか一般的みたいなんで、2本重ねてですね、一番強度がいる部分なんで、ちょっとここは重ねてやってみたいと思います。よし、じゃあ次に横の棒いきましょう。ここですね、この部分。これが横幅に、トレーラーの横幅になりますね。こういう感じになったかな。あ、じゃあこれ。ですね、今回このバイクで引くトレーラーの、製作をするのでですね、iMAX60 っていうのをですね買いました。これ Amazon でいくらだったかな、2万円1000買ったぐらいですね。一回使ってみたんですけど、このインバーター式のこれアーク寄せ付きで、最初のあのブラッシングがすごいパワフルで、とても使いやすいですね。今回は溶接棒は 2mm 棒を使ってみたいと思います。なんか正解かかんないんですけど、溶接棒をですね、冷蔵庫で自分は保管してます。気持ち湿気ないかなと思って。75.8 割る2。あー、俺これ分からん。 74.8 割る2。よし、 74.8 割る2。よいしょ、
次にここの TG は終わったんで、今度四角を作りたいと思います。フレームの四角の部分、長さが1400を2本取りますね。来週の土曜ね、はい、あー分かった分かった。じゃあちょっとお願いしようかな、はい、うん、ごめんね、よろしく、うん、よろしくお願いします。はい、すみません。はい、どうもどうも。はい、はーい、旋盤の予定が立ちました。今度この縦にですね、棒を入れたいと思います。ハンズマンでこれ折れたんで買ってきました。2日目終わりました。今日ある程度のこうフレームは作ったんですけど、また明日ですね、足回り、リジットサスになるんですけど、今度はもう足をつけていこうと思います。で、もう部品が届き次第、トレーラーのカプラーと電気配線回して、テールランプとかですね、そういうのもちっちゃいけど、一丁前に保安部品はついてるような仕様にしてみたいと思います。はい、ということで、またお粗末な動画いかがでしたでしょうか。続編をお届けしますので、よかったらまた見てください。またまるチャンネルよろしくお願いします。